はい、ついに明日ですね、光チャンネルの方でネクステの初 CM お披露目です。来ました。来た。で、明日の19時半からメインチャンネルの方でネクステ全員集合で生放送をします。はい、でその生放送の中で一緒に皆さんとテレビをつけて僕たちがテレビ CM 出る姿を、見届けてもらおうかなと思ってます。まあ明日19時半から、おそらく2時間ぐらい枠取ってるんで、その間にどっかのタイミングでテレビ CM が流れます。本当に僕たち全員が出てるんで、それを一緒に、見ましょうという感じですね。はい、で今回なんですけど、まあ、それの告知もやりたかったんですけど、プラスアルファでそのラグナドールっていうアプリですね、僕たちに CM をくれた会社が出すアプリ、それをちょっと先行でプレイして一体どんなゲームなのかっていうのをちょっと皆さんにもちょっと知ってもらおうかなと。はい、おそらく生放送中にもプレイすると思うんで、今のうちにちょっとまあ、予備知識とかを入れとってもらおうかなという感じです。でロケマサが、結構ねやってるんですよ。はい、もうすでにそうっす。テストプレイ、はい、ちょっとやらさせてもらいました誰よりも先にすいませんけど、そうちょっと一人抜いてね。やばい、やめっちゃおもろいですよ。てかもうまずそのちょストーリーやってるんですけど、やっぱねそのセリフも入ってるし、アニメの演出ってやつか、あれがめちゃくちゃいいんですよ。映像も綺麗ですよ。めっちゃいいっす。これねオープニング、これがビッシュ、ビッシュの曲が流れるんですよね。確かに。ところどころでビッシュの曲が流れるらしいんですよ。すごいねこれ。そうしてた。はい、まあ、こんな感じでじゃあ行きましょう。はい、まあ、ちょっとチュートリアルからいきますよ。めっちゃ贅沢ですよねこれで。音楽すごいね、アニメやん。塗り壁ですよ今の。映像はかっこいい。あんな見たさっきの見たかった。さっきのあさっきめっちゃかっこいいぞって、うん、なんか金髪の見たかったのさっきのやつ。スザック、スザック、うわ、ここからアニメですよ。かっこいい、やばいよアニメ。マジでやばいっす。これなんかアニメでやるべきってこれだから。うわすごいやばくないっすよ。かっこいいな、この縦画面がすごいっすね。そうそうそう、うん、そのリアルさ、このキレ、すごいな。これもうゲームアプリじゃないっすよ、うん、どう見てもアニメ、うん。かっこいいな、うん、スザク欲しいな。絶対強い、絶対強い、うん、こいつこれ出てこないのまだ。いやまだ出てこないと思います。こいつ絶対強いやろ、デザイン的にも。デザインとかは出てくるな、うん、そうっすよね。まあスザク、玄武、白虎とか全部強そうやな。あ確かに白虎強そう。おお来た先導。そうっすね、ここからっすね。あボスや。えまあ多分チュートリアル的な最初のうわ戦い方ね。はいはい、ここからゲームシステムですね。小さい数字から順番にスキルを選んで攻撃と、うん、すごいな、音楽簡単っす、うん、まあこれ数字つなげるだけです。これ歌聴きながらできるのすごい、やばいっすよ。だからもう画期的っすよ。ビッシュファンからしてビビりますよ、これ本当に。じゃあやっぱテンション上がりますね、うんうん、気持ちが上がってるか。はい、こちらも下段切り見舞おうと。1から5のスキルをつなげてフルチェーン、この5までつなげるとスキルが発動するんですよね、うん、だこれが大事と、はいはいはい、とにかく。とにかくフルコンボするのが大事と。はい、1、2、3、4で、5も出てきた、ネクストです、うん。はい。これダメージが上がると。これフルコンボですね。フルコンボ。で、このモーションが入るんですよね。ほら、うわっ、うわぁ、めっちゃ強い。めっちゃ強い。うわぁ、やばきた。強すぎだよ、決戦。やばめっちゃ綺麗がしてる。こんな感じでチュートリアルね、うん、これで一応倒したと、うん、これで終わって、まあ、いろいろもろもろやっていくんですけど、まあちょっと時間もあんまないんで、こっからちょっと飛ばして一旦こっちの端末で、はい、やっていこうと思います。では、別の端末で、ちょっとねチュートリアルが終わった後の世界ですね。はい、はい、まあ、これガチャを引いてみようと思います。うわやっと来た。はい、大根ミスリリース記念ガチャ、キャラガチャ来た。はい、ウルトラレアのっぺらぼう。おお、でこれ声優さんが花澤香菜さんと。うわ、とてつもなく豪華ですね、うん。まあ、こののっぺらぼう欲しいな。確かに、正直ビジュアル的にも確かに、しかもピックアップされてますから。そう、いきます。出やすいってことだもんな、さすがにね。一発目だよね。ちょガチャ初めてなんですよ、だからちょっと演出もね。おお、かっこいい。満月、え、お、来た来た来た、なんか熱そう熱そう。
お、ガスノブ。金色。気をつろ。金色っていいじゃん。まあ、悪くはなったよな。うわ、すげえ。うわ。え、うわ、え、見つけたんじゃないですか。いやでもこれ虹じゃないから微妙じゃない。あー、まあ確かに。さすがに多分虹が一番やばくない。多分虹やろ、一番やばいの。確かに。ええ、すげえ。すごっ、何これ。すごっ、こいつ。おお、全部 SR やん、これ。うわ、すごっ。 SR でも、 SR でもあれってすごいな、これ。確かに。このまま行くよ。普通こういうのって一番トップレアだけやけどな。確かに。え、すごっ。全部これやるの、これ。全員ありますね。すごいよ。うわ、しかもなんかちゃんと動きまでついてるっていう。メネコガッパ。初めて当たるやつは全部出てくるってことですね。そういうことして。ああ、ほんとほんと。お、何やら素敵な気配だ。なんだろう、これ。赤なめ。赤なめ。いい。お、かわいい。これもウルトラレアっぽいけどな。うん、もうすでに強そう、うん。あ、こっから。ここから SSR。 私をご指名ですか。お、返品交換はいたしかねません。これエミリンじゃない、これ。ほら、サザエ。うわー、え、わかった、気づいた。え、マジですか。全然わかんなかった。努めさせていただきますね。ほら、言われたら分かる、確かに。すごいね、声優が出るって。こっからか。え、強そう。お、強そう。かっこいい、かっこいいんじゃない。このドイツだ。うお、めっちゃかっこいい。めっちゃかっこいい。ゴズ。かっこいい。ちょっと、SR 演出ちょっと派手だったしな、一瞬。うん。あ、あ、なるほどね。だからこれ持ってるんですね、最初から、うん。あ、なるほどね。へ、すごい。最高レアリでないと。ないな。もっとエグい演出なんか教えんな。全部かっこいいな、こいつで。ウルトラ。ちょ、ウルトラ行こう。とりあえず。確かに。見たいな。うん。うん、あ、満月の色が。確かにちょっと微妙っぽいな。さっきのピンクだから絶対いいやん。うん、そうそうそう。良い目をしており。このドクロの色。あー、ちょっと。あー、ちょっと弱そう。ちょっと弱そう。確かに。金の絵も、金の絵も確定っぽいですね。うん、先生こういうの青い。あー、あっさりしそうな。あっさりしそう。これなかったな。あ、でも来た、新しい。騙してなんかいないよ。僕を信じるも信じないも君次第さ。よろしくしてやる。天の塾デザインめっちゃいい、うん、めっちゃいい。確かにキャラめっちゃいいですね。おお、キャラめっちゃいい。バック金見つけそうです。なんやかんや。確かに。あずき洗い、聞いたことあるわ。お、え、来た、来た。あ、回復系だ。うわ、かわいい。かっこいい。かまいたち。かわいい。はい、これで、まあ、20連と。なるほどね。うわ、これでも出にくそう。うん、確かに。そろそろ出るんじゃない。いや、そろそろ来てほしいな。多分、確率的には多分出るはず。絶対これ確定演出みたいなのあるからな。うんうん、ありますね。この手のやつは。これ満月がなかった。うわ、え、そういうパターンもあるんだ。お主、ちょっと色も違う、ちょっとなんか普通金でもない。あ、でも、あ、でも紫、え、でも初めてやな、紫パターン。ドクロ紫パターン。これ多いんじゃない。まあ、熱そうだけどな。来い来い来い。え、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 絶対確定演出じゃない。何引き直しって確定やろこれ。お、来い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 。うお、え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 、これでこんのや。結構渋いっすね。なかなかな、こうへんな。運が悪いんだもん。え、誰、おー、かっこいい。うそ、うお、強そう。天イジナの大親友。かっこいい。うわっ、え、すげえ。あー、でも SE か。あ、イタンモメ。え、これがマジ。めっちゃ可愛かった。めっちゃ可愛かった。可愛くなりすぎや。すごいな、この妖怪。え、鼓動キャラ、うん、おー、かっこいい。メズ、あ、ゴズとメズね。あ、ほんまや。これエンマオおるんちゃうんだってことは。あ、ほんとだ、そういうことだ。絶対エンマオおるやんな。エンマオ絶対 UR やろ、さすがに。エンマオおりそう。そろそろ、売るんじゃない、そろそろ。うん、さすがに、ね、頼む頼むぞ。演出確定。うん、悪すぎんね、今のところ。おー、来た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 。あ、これ、え、しかも、なんかチュートラリー、UR キャラを一体獲得って。もう出てきた、出てきた、上に。え、うわ、なんか全然違う。え、
2個あったってことじゃん、さっきの。確かにいろんな演出あんのかな。濃いな濃い。え、なんか音も違うもん。いやこれ絶対来たよ、さすがに。悪いじゃん。お、来たー、来た、来た、やばい、これ、これや、これ。え、マジ、え、来たでしょ、来た、来た。これ違うよ、これ違うよ、これ。これは、これは SSR か。あ、これ SSR、 次、次、この次。やばい、やばい、来た、来た。あ、これ違う、これ違う、これ違う。かっこいい。うわうわ、強そう。鈴鹿高専。この次ですね、いきますよ。いや、来た来た来た。のべらぼ来い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 。うわ、演出。よーく聞け。あ、違うな、でも。のべらぼじゃない。泣く子も黙る、こなきじじい。こなきじじい。こなきじじい。うわ、めっちゃうわ。ギャンナクイケメンそう。めっちゃ強そう。ギャンナクイケメンそう。でも、相当強そうだけどな。こなきじじい。いや、めっちゃ強そう。名前と全然見たら合ってないもん。かっこよすぎる。全然じじいじゃないもん。めっちゃ強そうな魔法使いっぽいですね。確かに。こいつ相当強そうやな。いや、当たりなんじゃないですか、これ。いや、当たりっぽいけどな、うん、普通デザイン的にも強そう。うわ、出た、ウルトラレア。おー、こんな感じで、ね、ちょっとかっこいいな。いや、別格の格好させてますね、ちょっと、うん、魔法使い系っぽいな、杖やし。うまい。もう大体パーティーに一人ぐらいこういうの欲しいもんな。いや、確かに、うん、魔法属性。あ、じゃあもう一回いきます。まあ、のっぺらぼいいですね。やっぱ欲しいですね。うーん、あー、ね、ちょっと満月がな。ここで何個い。良い目をしてる。あ、やばいやばい、ちょっと普通っぽいな。普通っぽい。お、あ、まあ、一応ピンクだけど。え、じゃあ引き直しあるかもしれないんじゃない。あるんじゃない。あ、確かに。ワンちゃん来い。赤。あー、終わった。一個か。うわ、一番渋いやつ。まあ、しゃーない、しゃーない、しゃーない。え、え、なんか変わった。あ、金に変わったやつか。うん、あ、変わるとかあるんだ。オッケー、もう一回行こう。一体がもんな。うん、いやー、これ来るかな。来てほしいな。うん、いざ。またちょっと満月だな。なんか出なさそうな感じやもんな、ちょっと今。来い。もうでも全然色違う。色違う。でもこの青色微妙じゃない？仮面もなくなってるっすよ。どころ。え？え？うわー、カットイン来た。何これ？カットイン来た。初めて。え？これ来たよ。絶対絶対来たよ。来い。ああ違う。うわ、カットインでも。まあ、確率だよな、結局。そんなことあるんだ。あれも絶対じゃないんだ。来たと思ったけど、ね、違うキャラ。ジョログもじゃん、これ。ぽいぽい。ジョログもっぽいな。うわ、強そう。お、ジョログもあっとる。ジョログも。すごい。オイラン三姉妹。少女。すげえ。あのカットイン何だったんですか。まあ、確率アップ。確率上げるための。あ、そういうことなんだ。確定ではないってことですよね。ガチの確定は取れないの。でもあるもんね、絶対。まあ、絶対あると思うけどな、さすがに確定は。もうこれ来たら。お、あ、来た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 。紫。いや、紫は絶対いいと思います。満月。あ、来た、ドクロ、ドクロ。しかも金、色も。いや、来たんじゃない。あ、なんか良さそう。うわー、来た来た来た。これだ、これこれ。これ確定や、確定や。確定だ。え、絶対。見たくらい来た来た。うわ、来たー。何これ？これ誰？エンマオ、エンマオ、エンマオ、エンマオ来た。え？やばくない？うわー！二体！え？やばいやばい。やばすぎる。え、来るんじゃない？エンマオ来る。え？エンマオ来い。やっと会えましたね。え、これあれじゃん。ノペラボイ。あ、違う？あ、違うか。違う。あ、違うな、違うな。誰これ？ケジョーロ。末っ子だ。あ、ほんま、末っ子。オイラさん姉妹の。あ、さっきの。さっきのジョローグマの。おー、かっこいいな、いいな。次はあと1匹。え、来い、もう一回。え、エマ来い。うわー、おなかにかぶった。かぶった。まさかの、まさかの。え、てか、エリサルってことはエマも来るんすか。まさか。やるんじゃ、おるんじゃ。やば。まさかの、これ。まあ、これ、かぶったらかぶったら、多分なんかもらえるやろ。限界タッパーみたいな。限界タッパーできるやろ、できる。うわ。あと3回しかいけない、やばい。うわ。さっきのめっちゃ熱かったの。エンマオ欲しいな、うん、欲しい。あ、絶対強いな、あいつ絶対強い。満月も何もない、やばい。好きなかったもん、何にもなかったもん。何回何回。うわ、うわ、青か。うわ、もう一番やばそう。一番やばそう。お目の目も光ってなかったもん。うん、結構微妙っぽいっすね、うん、まあ、これは確かに。いや、でも引き直しが。うわー、あー、なかった。あ、でもまだ出てないのあるんだ、はい、え、お、ケウケゲン。ケウケゲン、こんなやつおるんや。かわいい、うん、じゃあ次行こう。うわ、いや、でもあれ見えただけでもめっちゃ強かったっすけどね、確かに、うん、
エンマ。エンマ絶対強いもんな。名前的に強いよ、エンマ。正直。どんなキャラなんや、エンマが。うわ、また鳥が。鳥がまず満月もないもん、うん、確かに。あーちょっとしょぼめな。うわーやばい、結構しょぼめ。ここから帰れ、ここから帰れ。あー結構きついな。演出もあんちゃん引き直しみたいな。うん、勝てん勝てん。うわー、あー来へんか。うわ結構むずいっすね、うん、なかなか来ないっすね。うわ、しかも全かぶりだ。え、あー、うん、なるほど。次がラスト、ラストか。ラスト、ラストいきましょう。えんま来てくれ、頼むから。それとりあえず虹来て。虹やな、とりあえず虹やな。満月来た。うわー来た。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー、いいよ。でも鳥がしょぼかった。え、やだ、目。オッケー、熱い熱い熱い。悪気悪気悪気。こっから、こっから来い。青か、青と黒か。え、お、お、おーっと、スラタン、座敷わらし、座敷わらし来い、虹来い、虹来い、来い、来て欲しい、来て欲しい。うわきつ。四つ来たけど、ピンか。他あるんかな、虹になるから。危なかった。うわー、かぶった、かぶった。さあ、すごかったな、ちょっと欲しかったな。確かに。はい、まあこんな感じでちょっとガチャね、いやー引いたんですけど、引いたな、うん、小泣きじじいと、あとなんかジョローグみたいなやつ、なんかちょっと難しい名前のやつ、うん、はい、原価突破できるキャラ1体、多分小泣きじじい原価突破できると。あー、はい、できるわ。ウルトラ2体ですね、出たの。そうそう、かぶったから3体、ね、かぶったから合計3体けど。うわぁ、小泣きじじい、かっこいい。あー、なんか素材がいるんやね、突破。やっぱかぶった時にでもらえるやつ。まあ確かにね、うんうん、ではさっき当たった小泣きじじいの成長したやつを使って、高難易度クエストに4人で挑戦してみようと思います。よっしゃ、クエストですね、で、この幻影の間、そしてこのガシャノクロの間っていう、これが相当むずいらしいんですよね。はいはいはい。難易度ここ、こう9まであると、1から 9? で、このマックス難易度9。うわー、もうマックス、マックスいきます。マックス最初から行こう。え、来た。え、あー来た来た、光さん。あ、合流しましたね。これスタンプでヤンマー誰か言ってるっすね、サメさん。はい、よろしくよろしく。これスタンプ、ね、押せるんですか、はい、初期装備っすよ、ヤンマヤンマ初期装備、ヤンマ初期装備。はい、すげー、これこれで、おー、装備のところでかいのに。行きますか、じゃあ。いや、じゃあ行きます。ヤンマ、うわー、行った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 。僕も行きたい。俺も行きたい。あれ？来た。ボス出現。あれ？ちょっと待って。おー、来た来た来た。あ、来た。あ、はい、乱入した。はい、乱入しましたよ。前さんが来らへんけど。え、おるよ、俺。俺のところに。ほんと、前さん多分来てない。嘘？え、一人よ、俺。来た。だから、俺の、だからところに来らへんかったから。そうそう、前さん多分ボスに当たってるからダメなんですよ、それ。俺に当たるんかったから。これ一回逃げたいんか。はい、逃げましょう。これ、あと44秒。もう前さん抜きで戦う？まあ、ありっすね。行きましょう。俺ちなみにのっぺらぼう使ってるんで。俺なんか、どう、一回バトルスタートして逃げたいんか。逃げて、ま、もう一回俺らのところ当たるしかないってことだろ。じゃあもう行きますね、待ってても時間の無駄なんで。行きましょう行きます。あ、来た来た来た、行け行ける。これ多分、弱い方倒したらいいんかな、先に。うわ、行く、参戦。あ、防御、ちゃんとホールドしとかないと。絶対強いから。あ、来た来た、おった。4、はい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 、はい、来た。お、来た来た来た、はいはいはい、ステータスアップ、はいはい、え、ザックは弱いな。オッケーオッケー、こいつ HP やばっ。なるほどね、咲かせてみせます。はい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 、いい。え、うわ、むずいな、これやっぱ。確かに意外と頭使えね、これ。だからこれ暴走来てますよ、今、敵のゲージ HP でした。はいはいはい、え、ゼロホールド。あ、来た、のっぺらぼうの1,2必殺。3,4,5来た。あ、来た、フルチェン来た、フルチェン。うわ、フルチェンして3,4 OK、行こう。うわ、どれが来ないんだよ、フルチェンして。確かに水攻撃。お、来た。お、うわ、これやばい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 、なんかやばい、やばそう。え、やば、来た、やばい。おお、ナイス。一番戦、やばい、僕死にそう。一番戦、マジっすか。火薬しよう、火薬使っていった方がいいっすよ、火薬。いや、強こいつ、この火薬しよう。なかなかコンボむずいな。むずいっす、揃わないっすね、思ったより。一、うん、から全部揃えるのがめっちゃむずい。確かに毎回揃ったら強すぎるもんな、うん、これ揃えるのはむずいな。いや、ほんまにそう、たまたま順番よくないんやな。確かに、うん、ない。2,3,4,4がないで、マジマジ、え、やばい、こいつ強すぎ。弱体効果リセットしようとしてる。フルコンボできん。てか HP やばい、普通に。きた、ひたすぎだ、ひたすぎだ、ナイスナイスナイス、強い。あ、ブレイクした、ブレイクした、きたきた、チャンス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 。これどうしよう。
うわー微妙に1,2,3,4,5がない、5がない、5がない、僕のコーナー、このガスドクロの左下の色狙いましょう。ボール何を緑、はい、属性の球壊していきましょう。これを壊したらブレイクするんで。いやーお疲れちゃう、ロケバン死にかけてない、やばいっす、マジで。じゃあ、じゃあ、回復、いや、できないっすよ、今回復使えないっすよね、やばいっす。3,4,1,2か、なるべく火力になります。死ぬまで殴ります。マジむずいな、うん、1個のミスでこれ、いざ1人になるからな。確かに使える使える、HP 使える、HP 使える、回復しよう。2は無理か、しかもこのガスドクの HP めっちゃ高いな、これ。めっちゃ高いっす、やばい。4までか、足りんかった。倒せるん、これいける。1、2がない、2がない。いや、マジで意外となかった。佐々木さんもちょっと死にかけてますね、大丈夫です。回復します、回復します。土攻撃しましょう、土攻撃、土、あと3回。よしよし、来た。そしたらブレーキできるんで、1、2、3、よし、回復回復回復、4、いくつも、4がなかった、やばい、痛い、あ、やばい、これ死んだかも、俺やばい、やばい、来た。2万、危な、火ダメージ入れて、よかった、危な、よし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 、オッケーよ。いやでも死にそう、マジで。回復するか、ちょっと。これ結構やばいぞ。来た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 、フルチェーン来た、回復と、回復と、溜まって。来た。はい、来ました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 。間違えた、チェーン、来たフルチェーン。回復大事やな。これめっちゃ強い。ブレイクしてる。スタンした。ナイス。あ、もうダメージだ、めっちゃ。佐々木さん強い。ロケモンさんは HP 弱くない？そうなんですよ。でも、回復もうちょいなんですよね。2、3、先行ったな。うわ、間に合わんかった。佐々木さん、モーションやめて。きついな、1、2、3、きついな。回復した、OK。回復したやん。回復しよう。1、2、4。いや、待って、間に合わないから、回復は。え、できてるこれ。2、待って、できてない、できてない。3、4、5、来た、フルチェーン。あと1ゲージ。あ、でも、ロケモンさんやばいな。OK、回復しました。佐々木さんもやばいですよ。いや、回復。来た、来た、来た、来た。できない、まだ。フルチェーンです。はい。佐々木さん、やばそうですね、マジで。あ、グッグッ。来た、来た、来た。佐々木さんこれ強いからな。強い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 。いや、いけそうっすよ、でも。いける。いける？いけます、いけます。あと1ゲージですね。もう、いけそうっす。これマジ強いな、これ。マジで強い。いや、数字揃わん。うわ、揃ってない。マジで。もう1対3、5。もったいないな、なんかフルチェーン揃わんの。もったいない。1、2、3、4？ うわ、5が来ない。うん。来た、来た。回復した。5がない。4がないんか。うわ、これ。土属性の攻撃したいな。回復しとこ。ヒカルさんの HP めっちゃマックス。俺 HP マックスやで、全然。やば。なんで？え、そんな追いつかないですよね。で、帰ってこない、回復が。でも佐々木さんマジで死にそうだもん。佐々木さんもやばい。回復大丈夫ですか？いや、もう押せないんですよね。そう。やば。あ、来たフルチェーン。1、2、3、4。来た。合計俺も来た。俺も来た。フルチェーン。裏ボール来た。ボール来た。ナイスナイス。よし、これで勝ちやん。来た。いいよ、行きましょう、仕留めましょう。あ、やばいやばい、佐々木くん死んだんじゃん。死んだ、絶対死んだ、これこれやばいですね。あ、死んだ、佐々木さん。俺も死んだ。強っ。フルチェーン行きました。でもえ、ちょっと待って、ヒカルくんの HP 多すぎる。オッケーオッケーオッケー、どういうこと。フルチェーン行け、どうぞ。マイさんも死にかけてるのに一人だけもうほぼ HP 満タンなんですよ。うわぁ、火来た。どういうこと。僕が火の玉になった。3、いや、死んだ。惜しい。あ、火来ちゃったな。当たりんかった。これブレイクした方が良さそうですね。ほら、回復しよう。オラってダメさん何してるんですか。滅びのヤンマーストリーム。あ、出た、ほんと。あ、これ死にながらも発言できるんだ。よしよしよし。あ、俺次フルチェーンいきます。オッケー、頑張れ。オッケー、はい、フル来ましたよ。もうちょっとやろ。いや、いけそうっす。もうこれ多分いけるね。倒せる、いけるいける。いや、うまいな、でもこれ。3、4、管理が5がない、5がなかった、くそ。行きましょう、行きましょう。うわー、もう僕のカード押してもピクリでも動かねえもんね。うわー、そうなんですよね。あと土か、土です。あと土3回でブレイクできます。微妙やな、これ。あ、あと1回、あ、2回2回土ないな。縦しとこ、縦。いや、俺土持ってるんだよな、今。オッケーよ。うわー、あー、倒した倒した。え、勝った。うわ、勝った。うわ、やった、やりました。いや、これめっちゃ強いな。めっちゃ強かった。想像以上に強いな、こいつ。え、AXP とポイントゼロだ。まあ、これ多分端末が確かに僕ら多分死んだからもらえないんかな。死んだ、俺らもなかった。ああ、そういうことか。多分テスト端末だからじゃない。ああ、びっくりした。いや、楽しいね、これ。うん、いや、これ強かったもん。まあ、これプラスソロプレイも普通にあると。うわ、これおもろ。で、これプレイヤー対戦もできるんですよね。できます。
これでプレイヤー対戦もできるみたいな。プレイヤー対戦あるよこれ。そうだ、俺とお前さんが戦うみたいなのもできるらしいんですよね。あ、パーティー組んでってことね。そう、なるほど、すごいね俺マジで。バグったすごい。あ、で難易度10出た普通に。え、3とかもできるってことですか。22、うん、難易度10、33も出た難易度10。すげえな、3対3で戦えると。あとなんか重要なことを教え忘れてたんですけど、はい、途中でもうやめたい時あるじゃないですか。はい、右上タップで終われるんですよ。だから3だけやりたいみたいな時あるじゃないですか。はい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 。3押して右上のこの受付中のエリアをタップすると3だけで割れる。なるほど、なるほど、それ揃えるとですね、振り返れると。無駄に使わなくていい時があるってことですね。次のフルチェーンのためになんか無駄なの、なんか邪魔なのだけ使っておくみたいな。なるほど、確かにそれ結構大事やな。大事、めちゃめちゃ大事でしたね。はい、ではラスト、あの2対2で戦いもできるんで、はい、ちょっとこれ戦おうかなとイベントで。よっしゃー、マジで。え、チーム分けどうします。どんなんで見るのね。あ、これ、え、これ乱闘殺しちゃいますか。そうですね、のベータ乱闘殺しちゃいます、ベータ。じゃあこれでいきましょう。マックス33でできるんですね、これ。確かに、はい、2でもできる。あ、東軍、西軍、じゃあ俺西軍で。あと軍勢自動振り割りできます。あ、そっちにしますか。あ、オッケーっす。あ、自動振り割り、これで出発したいんですか。そう、軍勢、そうそう、3-1になっちゃう。ああ、なるほど、なるほど。あ、出発しちゃった。じゃあ関東と関西で。あ、俺東軍やわ。え、俺東軍やわ。もう入ったら分かる。じゃあ俺も関東で東軍行きましょう。じゃあ僕も東軍行こう。いや、ないですよ、22試合で。確かに、前さんだって関西でしょ。俺は関西で行きます。じゃあ前さん、僕西軍で行きますよ。ああ、なるほどね。倒しましょう、ヒカルさん。え、だってキャラも変わってます。あ、これで1回多分俺と誰かがぶつかってそこに入るってことですね。ああ、そういうことか。こっち行けば合うんじゃない。あれ、ほら、こっち、こっち、こっちか、西行けば。ああ、ほんまい、あ、ほんまい、ほんまい、ほんまい。なるほどね。あれ、行け、行け、全然いない。あれ、全然いない。マイさんいた。ぶつかった、ぶつかったやつ。あ、ぶつかった、マイさん。うわ、ぶつかった。ラガン入ってきてください。多分そこに入ってきてくれれば。え、これ煙んとこっすね。あ、返した。あ、ない、来た来た来た。準備完了。オッケースター、よいしょ。絶対倒そう、倒しましょう。俺が塗り壁使ってます、ちなみに。俺がぬらり、あ、のっぺらぼうですね。俺ちょっと分かんないです。その人は同じやつですか、イズナ。はい、イズナ強いんだよな。これカーゲットとか取れるよ。弱点狙うじゃん。弱点狙うべきですね。割っていきましょう。いや、これマジ。オッケー、ひずきた、ひずきた。一気に入れた。3、4。はい。まあ、動かない、動かない、動かない。ああ、ミスった。動かない。うわ、ミスっただけでかい。強っ。来た。次5点いける。ナイス。ナイスすぎる。1。あ、回復なんかいいね。ちょっと1、はい。間違えた。間違えた。1、2、3、4か。5来た。5点来た。やばい、やばい、やばい。待って、振るとこ、振るとこ、振るとこ、待って、待って、待って、ピヨっとる。え、ナイス、ブレイクされてます。マジで、ブレイク。いや、来た、マイさん。やった、振るてん、来ました、来ました。俺でもブレイクされて、止められたんやけど、わざ。マジか。俺も、はい、フルチェン来たー。いや、多分俺もマイさんブレイクした。ナイス、ナイス、ナイス。俺ブレイクした、マイさんのこと。ほら、ブレイクした、オッケー。嘘やろ。1、2、3、4。弱点来た。いや、俺ブレイクされた、やばい。それやばい、マジで。え、これ多分ブレイクゲーですよ。ブレイクしたらマジ強い。よよよよ。でこれ狙えるって決めれるよ。そうなの。どっちにするか。どっち、どっちにする、ヒカルさん。まあ、トサゲさん行こう。オッケー、トサゲさん。え、なんで、なんで。エイチブ引っ張る。ヒカル狙おう。はい。トサゲエイチブ引ってるんで。あ、やばい、狙われたら弱くなった。うわ、ほんとトサゲさんめっちゃ、しかもダメージ入るわ。狙ったわ、絶対狙ったわ。確かに確かに。あ、ブレイクしたトサゲさん。いけ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 。お、4マークだった。4マークだった。強っ。なんで、わからん。だからブレイクしてるからです、今。ちょっと待って待って待って。ヒカルさん、え、前、佐藤さん倒したんじゃない、これ。これで。あ、いや、回復されてる。回復したい、回復したい、回復したい。回復はまだ？どこまでやろうか。いや、俺無理っすね、今。俺、火ダメ入れたんで。多分食らわない。あ、フルチェーン来た！来た！待って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 。これで佐藤さん落とそう。いけ！食らわない。大丈夫だ。うわ、ブレイク！終わった！マジ？来てる。え、これブレイクされてる。チェーンなくなるの、もしかして。ナイス、回復しました。いやいやいや、はい、フルチェイン。マジで、マジ、よし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 、フルチェイン来た。うるる、1、2、やばい、これ4、5。待て待て待て、うわ、マジか、うわ、マジで狙われてるんですよ。佐々木さん、佐々木さんいける、佐々木さんいける、マジで倒せた。佐々木さん、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 佐々木、一旦じゃ、はい、フルチェイン、マイスター来ました。ナイス、マジで、いや、ブレイクされた。ナイスブレイク、ナイスブレイク。1、勝
多分サワヤが動き止まった。来た、フルチェーン来た、フルチェーン来た、俺も来た、フルチェーン来た、やばい、死ぬかも。え、たブレーキされてない。ちょっとよしよし、いけいけいけ、やばい、ちょっと待って、バッテリーがなくなってリロードになった。ちょっと待って、やばい、佐々木さん死にました。もう大丈夫です、佐々木さん死にました。佐々木さん終わりました。お疲れ様です、佐々木さん。佐々木さん、ありがとうございました。ちょっと今バッテリーなくなって、いや俺も死んだ、俺も死んだ。タイマー、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 勝てる。いや、お願いします、キャンさん。いけ、来た、マジ来た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 。強かった、危なかった。マジかこれ、負けた、負けました。佐々木さん負けた、勝った。これやっぱり狙うんだじゃない、誰か。確かに確かに、ブレイク、ブレイクしたら逆転だけやばかった。敗因なんすか、敗因。敗因ですか、はい。いや、多分僕ら、多分コンビネーションも分かったかもしれないだ、多分、多分誰かを狙った方が良かった。いや、まあ確かに、バラバラって。そう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 、前さん途中から俺を狙い始めたら多分良くなかったっす、うん。これすげえシステムやな。だとフルチェーンしてもやっぱあのブレイクされたら全部なくなるんですよ。確かに。攻撃なくなる。そう。確かに。逆にタイミングだ。待って待って、当たっちゃった。そう。そうだよね。相手がフルチェーンしたらそこにブレイクするのね。そう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 。それがマジでいいっすね。すげえな。いや、おもろこの PV。戦略すごい。めっちゃおもろいっす。ちなみに本番はこれ PV でなんかもらえたりするんですか。倒したら。リリース時は今みたいなちょっと遊び要素だけで報酬とかない。ああ。後から増えてくる。近々です。そうそう。おお、あいつはそこで上手いんですかね。オンラインプレイヤー。アンティール。アンティール、やばい。強奪していくっていう。いや、これは良かったな。面白かったですね。すごいこれ、マジ。マジで。マジおもろい。いろいろ詰まった、うん。すごい。これリリース言っちゃっていいんですか、これってもう。あ、大丈夫、大丈夫です。10月20日。はい。はい、で今回ラグナロクプレイしたんですけど、これ10月20日からねリリース。ちょっとなんかあの時期が伸びたらしいんですよ。20日がリリースなんで、まあ、僕たちも正直これやろうと思ってて、これは絶対、はい、これ今回興味出た方はぜひ、もう事前ダウンロードもあの始まってるんで、結構あのもうすでに事前ダウンロードされてるみたいなんで、まあ、明日も生放送でこれプレイするんですけど、まあ、興味ある方は事前ダウンロード、下の、あの概要欄の方からやっておいてください。じゃあ今回これで終わります、はい、ありがとうございました。